ドスコパイナポピーポーピーポー、ドスコパイナポピーポーピーポー、どすこいパイナ超無限大。はい、どうも、チャーボくんゲームでございます。今回もね、ウィリアプリ動画の方をやっていきましょうということで、今回月曜日の新ガチャがね、こちらザ・クラシックプラス ES セレクションといったところでね、まあ、クラシコガチャですね。169人いるといったところで、10月の28日レアルマドリード対バルセロナ伝統の一戦があるわけなんですけど、まあ、それに合わせてね、ウイレの方でも、まあ、クラシコガチャ来ましたね。ただね、これバルサとレアルのね、まあ、所属してる選手だけが配置されるというわけではなくて、ここに書いてある通り両クラブに縁のある選手とね、まあ18シーズンの選手から169人をピックアップしたボックストローといったところで、元レアルとかね、元バルサの選手もいるわけなんですよね。まあそれ以外の選手ももちろん含まれてるんですけども、なかなか面白いガチャになっているかなといったところでね、今回引いていきたいと思います。まあ11回ガチャ引いて即試合の方をやっていこうと思うので、はい、ということで対象選手見ればね、まあ元レアルね、まあ今ユベントスいますけど、ロナウド、しっかりいます。そしてね、神の子メッシ。このロナウド&メッシの神ね、この2選手がですね、まあ、今回、まあ、クラシコね、いないと。はい。まあ、ロナウドはね、イベントとして移籍したからね、もともといないんだけども、メッシはね、セビージャ戦、この前の、もう見てたんですけど、僕、試合ね、そのセビージャ対バルサ、メッシがね、腕のつき方がね、ちょっとこう、なんていうの、関節の逆の方に腕曲がっちゃって、本当に痛そうでね、まあ、骨折といったところで、メッシとロナウドのいないクラシコですよ。10年ぶりぐらいなんじゃない？メッシとロナウドがいないクラシコって。はい、まあ、すごいね、まあ、空気の中、クラシコあると思うんですけど、退場選手ね、まあ、ネイマールとかもいますしね。まあ、豪華だね、黒玉の選手が。まあ、豪華。はい、といったところで、まあ、金の有能選手とかもいるんですけども、まあ、今回10回引いていくと。いったところで、銀選手がね、まあ、今回一番多いと。で個人的に銀で、まあ、黒金はね、もちろん狙っていくんですけど、銀が多く出てくると思うんでね。まあ、割合的に。はい、なんで、まあ、銀で狙っていくとしたらね、まあ、ゴロビンね、上限解放でまず狙っていきたい。来作めちゃくちゃ強くなる。あとはですね、このバリオスもね、個人的に2019、まあ、おすすめ選手なんでね、狙っていきたいですね。といったところで、あとはもう金のね、この辺は全有能だから、ほぼ。ほぼ有能なんで。まあ、黒玉もそうですけど。まあ、今回やっていきたいと思います。じゃあ早速引いていこうかな。行きましょう。クラシコガチャ。まあ、今回11回ガチャまして即試合のあれでもあるんでね、当たった選手で。まあ、なかなかポジションバランスということで、いきなり黒玉来た。あざっす。いきなり黒はでかい。おー、ベンゼマ来ましたね。レアルマドリード、ベンゼマ。まあ、結構ね、今回のクラシコ、ベンゼマ鍵握りそうな気しますけどね。そう、バルサはね、ストライカー、まあ、メッシがね、今回いないと。まあ、ストライスいますけども、メッシがいないのはね、正直かなりでかいかなと。で、レアル側はね、ちょっと今不調なんですよね、レアルが。かなり。だからね、なかなかこう、ベイル、ベンゼマあたりね。あとはまあ、アセンシオとかの覚醒が鍵を握るのかな。さあ、ということで、いいぞ、いい感じだぞ。さあ、おこれはペドロ・レオンといったところで、これでベンゼマとペドロ・レオン、まあ、フォワードがね、2枚揃うと。一応、ウィングなんでね、一応まあ、OMF もできるけども、3トップ構成も一応考えて、まあ、ただ、まだ2トップのあれもあるかな。サイドハーフと OMF できるんで、まあ、この、今回のね、企画、この11回ガチャのやつではかなりいい感じですね。あのポジションの適性あったらすごいでかい。お銀来た。さあ、銀で誰が来る？ラシド・ゲザル。さあ、この選手のポジションは、左サイドハーフとかもできるね。ウィング、両ウィングできて。まあ、ドリブルできてね。てか、ベンゼマが黒玉でいきなり来たの、すごいでかいな。うん。初回でベンゼマ来たのはでかい。まあ、サイドハーフ候補かな。あ、一応これで、フォワードのベンゼマ、サイドハーフが当たったといった感じかな、2枚。一応まだね、3トップというよりは、まあ、2トップ構成で考えてはいるけど、これから当たって、おイチョンヨン。ということで、これか、まあでもまだ OMF のところね、さっき出た選手でいけるんで、まだいいかな、ワンパン持ってるね、一応イン、OK。よし、さあ行こう行こう。やっぱ銀が多いからな、なかなか黒、金、やっぱ銀の方が優先的に出てくるね。まあ、黒の倍くらいあるからな、銀は。それでもね、気合で黒玉出していきたい、ねじ伏せて。OK！ 銀をねじ伏せてね、こう。
さっき、おいしょアセンションアザスアセンションアザス。いや、これしかも上限解放だよ、これ。もともと持ってるアセンションに入れることもできるんで。いやー、来作ね、アセンションスーパーサーブつきますし、能力もまあ、上限のレベルが58ということでね、かなり上がるしね。いやー、個人的にはすごい嬉しい。しかも今回の企画にもなかなかアセンション持ってこいだと思うんで。よしよしよし、いいぞ。いいぞいいぞ。まあ、レアル組がなかなか出てますね。おい、資金来た、あざっす。よしよしよし、いいぞ。さあ、おいしょ、来た、ゲイバラン、ナイス。いや、すごい、これレアル揃うんじゃないか、これ。レアル半分ぐらい揃う説あるよ。いましたね。まあ、来作黒玉昇格で、個人的に激推し。昨日の動画でもね、出しましたけど、バラン2019、激推しなんで。いやー、いいぞ、引きが。銀がこれだけある中でね、レアル組の、しかも有能選手とか出せてるのでかいよ。よっしゃ、すごい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 ぞ。このね、銀に囲まれし、おマルコス・アロンソ来た、でかい。まあ、サイドハウであるけど、サイドバックで、基本的には使っていく感じかな。いや、マルコス・アロンソでかいですね。スタミナあるし、安定しますよね。うん。まあ、結構バランス系なんで、身長も高いし。いや、いいぞ、いいぞ。ちょっと待って、かなりバランスいいんじゃない今回。選手数多いっていうのはあるけども、うまく入っちゃう。よしよし、行くぞ。さあ、おペドロさん来ました。さあ、これどうしようかな。フォワード系の選手がちょっと多くなったね。あー、これサイドをかぶるかな、ちょっと。サイドかぶるんでね、誰かコンバートしていかなきゃいけない。まあ、ペドロね、元バルサ。ペドロ、サンチェス、メッシの懐かしいな。3トップネイマール、うわー、雷誰だ、雷、さあ来たー。いやー、でも今回めちゃくちゃ嬉しいんだけどね、クラシコで出れないのが残念だよね。本当にメッシが10月の28日ね、伝統の一戦で、もうマジで、でもメッシもうマジで来たよ、これ神の子。いや、見たかったなー、メッシ。いや、でもね、今回ね、まあ、メッシがクラシコ10月28日出れない分ね、まあ、自分がしっかりと今回ね、メッシ選手使ってですね、点決めていきたいと思うんで、もしくはアシストね。いや、マジか、すごいぞ。まあ、攻撃陣はすげえ揃ってる。守備のとこ、まあ、バランいるんでね、1個でかいっていうのはあるけど、あとはマルコス・アロンソもいますし、おビチーニだね、これ。やばいな、ちょっと待って、攻撃がすごい揃っ、おぉ、まあまあまあ、OMF できるからギリね。あー、これ中盤の CMF 適正あればね、すごい良かった感はあるけども、今回は攻撃がね、もう満たされましたね。さあ、ラストちょっとディフェンス行きたいですね。あー、キーパーもいねえのか今回。攻撃すげえやりやすそう。でも、いや、メッシ、おー、あー、金か、おー、おー、ゼール今ね、黒かなと思ってたら金でくる。おー、シャビが来た、ナイス。いや、マジでこれ、ビダル来ましたね。でかいぞ。いや、しかもポジションめっちゃできるから。このね、即試合企画においてね、ビダルの存在感はすごいよ。はい、といったところで、ちょっとね、黒玉なかなか出ましたね、これ。割合的には少ないけども。銀が多いけどね。今回、黒玉かなり出せたしね、雷も鳴ったし、まあ、いいこと尽くしてね、最後。まあ、試合の方もね、勝ってね、しっかり、締めくくっていきたいと思います。じゃあね、早速、チームの方を組んでいきましょう。さあ、ということでね、こんな感じになりました。今回ですね、ジェズス監督で、チームスピリット72とね、なかなか高い。で、ビダルをね、センターバックの方に送ってですね、まあ、CB のところ適正あるといったところでね、ただ前線すごいから、特にアセンシオ、メッシ、ベンゼマのところで頑張っていきたい。あー、まあ、不調選手はいるけども、さあ、お相手メンバーが433ですね。なんかブラジル系が多かったね。今一瞬見えたけど。よろしくお願いします。行きましょう。はい、といったところでね、まあ、今回、クラシコガチャで当たった選手をね、使って、まあ、即試合と、いったところで、まあ、メッシで点取りたいね。クラシコガチャに、今回はクラシコに出れないからね。さあ、よろしくお願いします。さあ、まあ、アセンシオ、メッシ、すごいいいっすね、なんか。来た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 、アセンシオ。さあ、お、自分でいける？アセンシオ！あー、無理か！自分でミドルもあったか、今。
自分でミドル説もありましたね。てかマジでね、あのディフェンスラインに来るとね、かなり、まあ、バランとビダルいるっていうのはあるんですけど、ナイスアセンシオ、守備も頑張ってくれるというのかい。いや、ナイスペトロレオン。ここね、ちょっと適性は全然だけど、さみし。OK、マイボ、マイボ。いやー、マルキーニョス、当たりいきますね、やっぱしっかり。てか、相手やっぱブラジルの選手だよね、ほぼ。てか、全員。メッシメッシ、よいしょ、よー、来たメッシ、やーべー、メッシ来た、これやばいでしょ。いや、これやばくねえか。いや、ちょっと待って、神の子のやっぱシュートは違うわ、メッシ。いやー、マジでね、本当に、いやー、メッシ怪我してなかったらなー、ガチでクラシコ見れたんですけどね、メッシの姿を。なんか怪我が3週間ぐらいかかるらしいんですよ。アセンシオ来た、アセンシオ行こう、アセンシオ自分で行けんじゃないこれと思わせて、サイド、いやー、くそ、やばいぞこれ、カウンター来る、カウンター、いや、これきついんだよな。マルコ・サマス頑張れ、キーパー、キーパー、ビダル、ナイス、ビチーニョ、ナイス。まあ、適正はないですけどね、今のはさすがにキャッチできるでしょう。さあ、いやー、でもバランとか当たってるのもでかいな、かなり。ちょ、前から行こう、前から。ナイス。いやー、ね、待てよ。焦んな。裏かな？裏だよね。キーパー、キーパー、キーパー。ナイス、ビッチーニョ。どうしよう、つなぐか。ちょ、え？いや、さすがに大丈夫でしょ。大丈夫、大丈夫。危ねえ、ちょっと待って、イランミスした。イランミス、イランミス。ちょっと、ああいうのなくしていこう。そうそう、チームスピードが低いということと、動きがね、若干鈍くなるということを忘れてはいかん。ベンゼマ頑張れ。それ拾いたい。これ、マイボー？オッケーオッケー、マイボーね。さあ、ダニエルベス、あ、ベンゼマ開いた。来た！アセンシ、うわー、風見ろ。オッケーオッケー、大丈夫。焦んな。オッケーオッケー。144、144。散らしてくれ。来た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 。ジェズスのここ使いやすいね。さあ。ここ。ベンゼマ。落ち着こう。落ち着こう。これでちょっとニアに蹴ってみたり。オッケー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 。いや、ペドロ。ペドロとメッシのコンビネーション見せたい。メッシ！メッシ神！つー！この人もう、ガチャで当たった瞬間使ってもめっちゃ強いんだが。やばいなそこをね、まあ今ね、いけるかなって思ってね、ドリブル入れたんですけど、本当に抜いてくれたっていう。いや、うまっ！マジで、そのネイマーは怖い。しかし、うちのアセンシオを舐めてもらっちゃ困るぜ。これちょっときついか。あー、無理か。雑になっちまった。さあ、弾こう、弾こう。ナイス、マルコス・アロンソ、さすが。よいしょ、開いた。これでフラする。ナイボ。で、もう一個フラする。で、メッシ、あー、ハットトリック来てえな。メッシーでね、ハットトリック、ナイス、ディフェンス。いいね、体張ってしっかりね。よしよし、ボールも持ててるし、いいんじゃない？すごいでかい。てか、メッシーがマジで、2ゴールともね、なかなか、本当にメッシーがやれそうな感じだったからね。そう、それだけにね、本当にメッシが出ないのは残念だよね。まずい、クロスやめて。ナイス、バラン。OK、サイド空いてる。てか、まあ、この企画においてのね、ジェズス監督はマジで強いんだよね。OK、ベンゼマあるんじゃない？ベンゼマ勝ってくれ。ナイスプレス。うわー、オフサイドか。まあ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 、でも前からのプレスね。ボール奪われた後、やっぱ早く行きたい。できるだけ、やっぱチームスピードが低い状態だと、押し込まれるとかなりきついんでね。前線で奪う感じが理想。メッシ来た。メッシダブルタッチ。うわー、違う違う強いか。てか、相手やっぱブラジルだな。うん。ブラジルの選手ですね。全員。ブラジルスカットってやつか。これはね、ウィリアンあんまり、あー、ただ裏ケアしないとまずい。裏、出さないか。
いや、そのタイミング、アロンソ勝てる。うわー、オッケーオッケーオッケー。さあ、ということで、今何分 ?59 か。まあ、これ、ベンゼマに蹴って、競り勝ってもらって、70分までとりあえず無失点行きたいな。いやー、1-4、ナイス。やばい。待って、不用意なパスミス、いらない、いらない。ナイス、アセンション。アセンション来た。神ダブルタッチ。来た、来た、来た。いやー、ペドロ止まっちゃったか。ペドスさん。ペドスさん止まっちゃった。止まらないぜ。俺らの夢は終わらない。いや、うまい。それやばい。まずいまずい。そのダブルタッチされるときつい。あ、うまいな。それ溜めてんのか。シュート打たれんな。シュート打たれて終わる。マジ寄せないといけない。やめろ。危ねえ。ナイスやつ。ナイスやつ。ビチーニョのね。ビチーニョのね、ちょっとした工夫で。さあ、ベンゼマ勝ってくれ。ベンゼマ勝ってくれ。いや、勝つんだよ、これ、しっかりと。で、これちょっとメッシの見せとこう。プラスする。うわぁ取んないか。メッシも体力なくなってきたね。さあ、てか、このさ、クラシコガチャでさ、即試合のやつ、ロナウドとメッシ、両選手当ててたらやばかったね。すごいあれができそうだったけど。やらせんな。ビダル。サンキュー、マジで。ビダル当たったのデカすぎ。でかすぎした、右京さん。オッケー。来た、アセンション。オッケー、で、アセンション、もう一回。よし、相手もう崩れてますね、ラインが。ループ。いやいや、今入ったかと思った。一瞬入ったかと思ったよ、俺は。一瞬入ったかと思いまし、思い出したけど、ビタル行こう、そのまま。いや、マジでビダル強え。まずいね、まずいね。スルーパス来るよ。クロスか。いや、そのパターンか。そのまま寄せよう。ネイマがマジで強い。ちょっと待って、うわー、ファールが、ちょっと待って、壁、壁、壁。壁山。ザボールしなきゃ。これ、直接狙ってきますね。バラ、戻れ。弾け、弾け。入るな。ナイスキー、ナイスキー、ナイスキー。いや、しっかり弾いたよ。もう無失点で行こう。絶対無失点で行こう。これマジで2点差が一番怖いって言うから、サッカー。メッシ。ナイスヘッド。キーパー。おー相手が防いだ、これ。いやー、こちらがしっかり当てたか。今ね、相手に当たったかと思ったけど。弾け、弾け、弾け。弾け、弾け、弾け、お弾け、お弾け。よしよしよし。さあ、ゴールキック、来た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 。これ、ベンゼマに出しましょう。いや、このね、やっぱゴールキックのところでベンゼマが体張ってくれるからね。そう。まあ、負けちゃったけど。いや、まずい。まずい。ビダル！ナイス！もう、もうね、最高すぎて言葉出ない。最高の言葉しか出ない、もう。ほんと。さあ、最後、メッシ決めて終わりたいな。メッシで決めたい。これ入れ！くわー入んねえか。最後相手すごいスライディングしたけど。よーけーということで2対0ですね。まぁ、ちょっと危ないシーンもありましたけど、いや、メッシのゴラッソでしょ、やっぱ。ここからね。いや、マジで、もう現実世界でマジでメッシこのシュートするんでね。そう、それがすごいよね、まず。ゲームの世界だけじゃないっていう。あとはね、これネイマールのやつがね、うまく、まあ、ビチーニョの反応も良かったね。キーパー適正じゃないけども、しっかりとキーパーをやってくれてね。あとはここね、2枚抜きからのストレートシュート。いやもうこれぞメッシって感じですごい良かったね。そう、試合前にちょっと背番号もね、10番に設定したんでね。やっぱりメッシの10。似合うというかもう本当にメッシって感じだよね、10番見ると。はい、といったところでね、今回、ま、即試合の方ね、しっかり勝つことができました。まあね、もう何点か決めれる場面とかありましたけどね。やっぱり今後こういうところの精度もね、しっかり高めていければなと。あとやっぱビダル。ビダルも良かったね。やっぱボランチ登録であるんですけど、CB で今回しっかりできてね。はい、というところで今回ね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。クラシコガチャ、ま、楽しめてね、試合の方もすごく楽しめて良かったと思います。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー！